演武開演。本日はしらみんな大好きどん兵衛きつねうどんを食べたいと思います。まあ中には苦手な人もいるかもしれませんですが、このままただ食べても面白くないですよね。なので少しだいぶ前にそばで 10秒どん兵衛というものをやってみたのですが、その後10秒はどっかに行ってしまいましたが、10分どん兵衛というのが公式サイトにも掲載されるぐらい今ではメジャーな食べ方になっているようですね。なので今日はそれをやってみたいと思います。ではまずはご対面。わ、油揚げの匂いがいいですね。では、なかなか、こっちから切るのか、ちょっと怖いな、これ。粉末入れまーす。そしてお湯を注ぎます。ちょっと怖いのでやっぱりこっちにします。蓋を閉めて、ではカウントスタート。出来上がるまでしばしお待ちを。5、4、3、2、1、時間来ました。というわけで、はい、出来上がりました。見た感じはそんなに変わらないような気もしますが、ではとにかくいただきます。これは、はじめは10分でちょっと長すぎて麺が伸びやしないかと思いましたが、意外とそうでもなくて程よいもっちり感が出ますね。硬いのが好きな人は10秒、普通の食感が好きな人は5分、もっちりが好きな人は10分とうまく分けることができそうです。もっちりしていて美味しかったですね。でも10秒の硬い方が自分では好みだったかなとも思います。まあうどんとそばという違いもありますが、また機会があれば別のどん兵衛でもやってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。